ゴールキーパーは経験豊富、抜群の反射神経を生かしたシュートストップが魅力。清水エスパルス権田修一。ディフェンダーは正確なロングフィードでビッグチャンスを演出。ジェフユナイテッド千葉のディフェンスリーダー鈴木大輔。堅実なプレーでリーグ最少失点の守備陣を支えた東京ヴェルディ宮原和也。今季キャプテンとしてリーグ40試合出場の鉄人、清水エスパルス鈴木芳典。ミッドフィルダーは相手のウィークポイントをつくパスは圧巻、チームのアシスト、ジェフユナイテッド千葉田口大志。クラブの生え抜き若きキャプテン、16シーズンぶりの J1 昇格を果たした東京ヴェルディ森田浩樹。10ゴール10アシストとまさにチームの中心、日本屈指のドリブラー、清水エスパルス乾隆。フォワードはリーグ13ゴールで主力に成長、得意の裏の抜け出しが光るジェフユナイテッド千葉小森飛勇。シーズン途中から覚醒しクラブを J2 優勝へ、パリ五輪世代のエース候補 FC 町田ゼルビア藤尾翔太。今季チーム最多9ゴールをマーク、クラブを J1 へと導いたジュビロ磐田ジャーメイン亮。J2 初挑戦にしてシーズン途中までで13ゴールを挙げ、セレッソ大阪へと移籍した藤枝マイ FC 渡辺亮。そして今回 J2 の MVP に選ばれたのは清水エスパルス乾隆。